吉川修司です。今日ですね、泊まってみたホテルが良かったので、そこのホテルの紹介動画を撮っていきたいかなと思います。泊まったホテルはドーミーインプレミアム小樽というところで、立地は小樽駅目の前にあるホテルでした。で、今回利用させてもらったのは、グローバルキャビンという、要はドーミーの中にカプセルホテルがあると想像していただいて、そのカプセルを利用させていただきました。朝食付きで私6200円ほどで宿泊できましたんで。で、まあ、で、そのデラ、グローバルキャビンが2階にありまして、その2階というのがすごいポイントでして。大浴場も朝食会場も2階にあるので、そのグローバルキャビンに泊まってると、すぐに大浴場、すぐに朝食会場に行ける。つまりエレベーターでの移動などがほぼなしで済むというところがすごい利点でした。カプセル自体はもうザ・カプセルというようなところなんですけども、大浴場も良かったですしね。その値段ですね。やっぱり6200円という値段。そして、ロッカーもかなり広くて、荷物もかなり入るようになっていました。で、ロッカーにタオル掛けが、そのロッカーの外ですね。ドアのところにタオル掛けがついてるのが良かったですね。カプセルホテルとかに泊まりますと、チェックインした日にタオルをもらって、そのタオル、例えばその日に夜お風呂に入ったりするとどうしても濡れたタオルを持つことになります。それを交換するのにお金がかかってしまうと、どうしてもそのタオルをまた次の日に使うことにはなるんですけども、その置き場に結構困るんですよね。ロッカーの中に入れると、他の衣服が濡れたりするし、湿気ったりもしますしね。かといって、うまくカプセルのところに持っていければいいんですけども、置く場所がないんですね。だから結構その大浴場がカプセルホテルにある時に、そのタオルを、夜使ったタオルを次の日に使うとしてどうしたらいいかっていうのは困るんですけども、このドーミーインプレミアム小樽の場合はカプセルなんですけど、そのロッカーの扉のところにしっかりタオル掛けがついてまして、そこにバスタオルなりにタオルをかけておけるところがある。これはかなりポイントが私は高いなと思いました。で、そして、サウナ、大浴場もかなり広くてですね、露天風呂、半露天に近い露天風呂もあって、そこでは外気浴用の椅子も2脚ほど置かれてました。で、ドーミーインですので、サウナもありまして、サウナはそうですね、4、5人で1杯ぐらいの、こじんまりとしたテレビのある、サウナでして、入った時には温度90度前後ぐらいを指してたんですけども、体感的にはやっぱり95度ぐらいある、すごい熱々のサウナでした。で、水風呂自体はそんなに冷えてなくて18度ぐらいかなと思います。水風呂は2人で限界というようなところでしたね。で、お風呂、大浴場も本当に広くてですね、思ったよりも、朝5時からサウナを使えることになってたんですけども、5時ちょっと過ぎに行くと、パラパラと、宿泊客も来て入るような感じで、やっぱり朝の方が空いてるかなというふうな印象を受けました。で、朝食は、小樽での朝食なので、期待通りの海鮮もの、縁側、サーモン、あとは生のホタテとイクラで、海鮮丼を作ったり、あとは、バーベキュー的な焼いたもの、蒸したんですかね、焼いたものとしてホタテがあったり、あとはトウモロコシもあったりして、結構北海道の旬を味わえる、朝食だったかな。で、カツゲもしっかり飲ませていただいて、で、デザートもしっかりして、果物もあったので、本当に満足できる朝食メニューでした。立地も良し、で、カプセル、グローバルキャビンですかね。グローバルキャビンを利用すると割安で、しかも朝食付きで1万円を切るっていうのは、小樽結構ホテルはそこそこの値段がするので、小樽の中ではかなり安値のいいホテルじゃないかなと思って。今回は、講座が丁寧で行われたので、札幌に戻る。で、札幌も札幌マラソンがあったので、なかなかいいホテルが取れなかった分、小樽という久々の土地に泊まって、いや、久々にいい宿に恵まれたなと思いまして、この動画にまとめさせていただきました。今回はホテルに泊まってみた動画ですね。ドーミーインプレミアムホテル、小樽について述べさせていただきました。以上です。